僕はまだ世界で戦ってないって自分では思ってるんですけどね。まずモスクワ、まあ、モスクワレベルでようやくスタンダードに来たかなって個人的には思ってるんですけど、チーム内で競争があるじゃないですか、海外って、うん、もう普段の1対1、特にオランダってもう1対1重視するというか、1対1仕掛けへんやつはなんかもうサッカー選手じゃないぐらいの雰囲気なんですよね。もう1対1まず強くならない思ってね、日本にいた時はもうパス、なんていうんですかね、パスサッカーに美学がすごい個人的にあって。2005年、石川県の星稜高校から名古屋グランパスに入団した本田。当時の持ち味はゴールを決めることではなく、ゴールをお膳立てするパス。プロ1年目からチームのリーダーとしてゴールを演出した。その能力を買われオランダ一部リーグのフェーフェーフェーフェンロへ移籍。オムダトイクハウファンフェーフェーフェーフェンロ、ダンキュウェン。順調なステップアップを夢見て挑んだ海外でのプレー。ところが移籍して半年、チームが2部へ降格。ホンダの前に大きな壁が立ちはだかった。まさか自分のサッカーキャリアで2部でやるなんてっていう、もうまさかっていう感じなんですね。イメージがあまりにもいいイメージがあって、上がっていくイメージがあるんで、でそこで2部、もうこの先自分の目標にどうやってたどり着くの、こんな2部から底辺からって思った時に、まず自分のサッカー否定しないとその次のステップに行かれへんのちゃうかなって思ったんですよね。じゃあどうやったら次のステップに行けんねんって、点取らないと誰も見てくれへん、2部なんか誰もスカウトも見てくれへんのに、アシストして、じゃあアシストの前の起点になって、じゃあ誰が移籍させてくれんねんっていうような、自分でメンタルコントロールしたんですよね、毎日。じゃあそこですかね、自分のプレースタイルが完全に変わったなって個人的に思ったのが、世界で一応認められるのはパスじゃなくてゴール、ゴールしたやつが一番偉いみたいな、そういうのはすごい感じましたね。僕も実際にイタリア行った時に、はい、やっぱり日本人でやっぱ舐めてるわけですよね、みんな。完全に舐めてますね。でまあ何しに来てんだぐらいで、もうパスも回ってこないし、でまあその状態から始めるには結局点を取るしかないと、はい、世界では点を取って初めて認められる。かつて中田はそれを証明していた。セリエやペルージャに移籍して迎えた開幕戦、強豪ユベントスから見事なゴールを奪うと、さらに追加点を決め2ゴールの大活躍。世界最高峰の舞台で衝撃デビューを飾り、イタリアに来てわずか1試合でチームメイトからの信頼を勝ち取った。結果を出せば当然のことながら、今度はパスが集まってくるようになるっていうのは、もうこれは外国はもう本当にシンプルですよね、うん、分かりやすいですよね、もう本当に分かりやすいの、それが目に見えてで今度は逆にもう本当にみんなが集めてくれるぐらいやっぱなるし、はい、まあ、そういった意味ではそのプレーの変化がそうなったっていうのはすごい海外向きのプレーだと思うし、そこからパスという選択肢はね、後からついてくるとしても、やっぱり得点が取れない選手っていうのは特に、まあ、ミッドフィールドから前の選手ではやっぱりそれをしない限りは、そうですね、海外ではやっぱり致命傷かなっていう。間違いない。本当に今、まあ、すごいシュート力もあるし、でまたその、あの前に行く姿勢っていうのもすごい攻撃的で海外向きだなと、まあ、今のプレー見てるわけですごい思うんで、そのオランダの2部に落ちた経験っていうのは良かったんじゃないかなとは。いや本当なんですよ、なんていうんですかね、節目というか。Zelfde maar schieten. Honda!国の地で生き残るため、パスを出す選手から自らゴールを奪う現在のスタイルへ。2部リーグでは16ゴールを決め、チームを優勝に導き1部へと返り咲いた。そして今年その活躍が認められ、
ロシアの強豪クラブチェスカモスクワへ移籍。迎えたリーグ開幕戦、決勝ゴールを決め、いきなり結果を残した。ロシアの地でもゴールを目指すスタイルを貫き、その勢いはますます加速。さらなる高みを目指す本田に対し、中田からあるアドバイスが。本田選手のプレーを見ている中だと、特に前を向いた時のプレー、なおかつボールを前で受けた時のプレーがやっぱりすごい特徴的だと思うし、特にそのやっぱシュート力っていうものには、まあ本当すごいシュート打つなって見てて僕は本当思ってるんで、逆にその押し込まれる時でもやっぱり自分が戻ってボールが来ないから受けに行かなきゃいけないとか、やっぱり後ろ向きでボールを受ける状態をどんだけ少なくできて、どんだけうまくサボって前を向けるか。やっぱり僕がベルージャの時で一番気を使ったのはその部分であって、ヒデさんそういうのうまいですよね、見てて思うの。前に走りながらもらうのとか。現役時代、中田はあることを意識してプレーしていた。それは攻撃の時、後ろ向きでボールをもらわずに動きながら前を向いた状態でパスを受けること。攻撃の選手ならば誰もが理想とするプレーだが、実践することは難しい。では中田は世界最高峰の舞台でいかにして前を向いていたのか。僕はそのドリブルでフェイントをやる選手じゃないから、うん、僕はそれよりもスピードの緩急で相手の前に入り込んでいくプレーを、で相手をもう後ろから追いつかせないっていう、もうもらった時点とかでね。そう、でそれをまずどう意見を走ってて前向いて相手の前に出れるかっていう、そのポジショニングをいつも味方のボランチがボールを取る前提、もらう前提で周りを見といて、で後ろを向かずに半身にしながらどうやればどこ行けるかなっていうのをまず見とく。賢いな。前を向くためのポイントはパスの受け方と中田は言う。ピッチ中央にいる中田がドリブルで独走しシュートまで行ったこのシーン、後ろ向きでパスを受けるのではなく、ワンタッチで前を向けるように動きながら半身になってパスを受ける。半身でボールを受けることで常に前を向くことを可能にしてきた中田。これがイタリアで成功した秘訣だった。うちらの練習では必ずボランチももらった瞬間に僕を見てっていうのをやってたんで、本当にでもその回ディフェンスの時には少しサボりつつ、味方のボランチはボールを受ける前提でポジショニングをある程度も取っておく。代表ではそれ出てきました。代表は98年の頃はやってました。98年の頃はいつもやってたから、その七海と山口2人がいて、あの2人がボールを受ける前提で僕はもうほとんどそのまま自分がすぐに前向いてドリブルに入れる、それをいかにできるかっていうのをやったんで、結構プレーを見てると似たようなプレーをやってたんで、全然ですよ、もうね止まっちゃってね。それはやっぱり本当に微妙なサボり方、まず味方を信じて、うまく言えば信じてボールを取ってくれると、取った時にはまずここのボランチに大体ボールが入るから、その時に自分は次にどういう状態でどこにポジションを取れば半身で受けられるか、というのはそのまま一発目で前に向いていけるから、うん、そうするともう相手のボランチを抜ければもうシュートしかないから、スルーパスか。そういうの多かったですもんね、ペルージャ時代。だそれしかやってなかったんですよ。すごいな。やっぱり自分がそのトップ下の選手だと思うんであれば、やっぱそういうプレーを参考にします、うん、よりやれていると、はい、もっと危険な選手になるんですね、うん、なるほどね。本当にもうどんどん遠くからシュートを打っていくべきだし、特に今のサッカーボールって本当に進化してて、めっちゃ軽いですからね。すっごい軽くて、もう本当に当たり方でどうなるか分からない。そうですよね。だそれこそまあ10本打って1本も入んなきゃお前バカだなって言われるけども、1本入ればそれだけでもヒーローだから。ありますからね。
ぱりその自分の特徴を出せるように